というわけでですね、今日はこれ知ってる？トパーズってあのアイドルの指原莉乃ちゃんがプロデュースしているカラーコンタクト、メルカラーコンタクトです。私ね、実は人生で一度もカラーコンタクトをしたことがなかったんですけど、まあ、この度ですね、あのプレゼント企画でトパーズの全色が当たりましてもらっちゃいました。ありがとうございます、運営様。これ全然あの仕事とかじゃなくて普通に当たったからちょっと紹介しちゃおうかなみたいな、ただの動画なんですけど、カラーコンタクトってすごいね。これ今さ、青が入ってるね。トパーズのラピスラズリっていう色なんだけど、まあ、青のカラーコンタクトです。すごいさ、自然じゃない？私ね、カラーコンタクトってもっとわざとらしくて、カラーコンタクト入ってますっていう感じだと思ったの。ちょっとコスプレイヤーさんとか、そういった方々がつけるようなイメージがすごく強かったんですけど、こんなに自然なカラーコンタクトあるんだと思って、すごい可愛くない？めっちゃ青でしょ、めっちゃ青でしょ、めちゃくちゃ青でしょ。青なんだけどすっごく自然でしょ。だってさ、こうやってさ、ちょっと遠く離れるとさ、カラコンしてるかどうかも下手したら分かんない人いるんじゃない？男性とかだったら気づかないと思うんだよね。私さすがに至近距離でお話しすれば分かると思うんだけど、目ってさ、やっぱさ、ちょっとさ、こういう感じで入ってるとなんか魅惑的な感じしない？え、めっちゃ可愛い。なんでこの人の目こんなに吸い込まれるようなんだろうみたいな目線にならない？いや、わかんないけど、いや、すごい可愛い。私こんなにカラーコンタクト可愛いと思わなかった。なんかしかもさ、カラコンとかってさ、二重お目目バッチリみたいな人じゃないとさ似合わないのかなとか思ったんだけど、私一重バッチリお目目の人なのね。一重の人なの。はい、というわけで、今日はこちらのトパーズのラピスラズリです。本日装着しているトパーズのコンタクトはこちら。あ、光っちゃう。ハニーアンバー、黄色です。色は黄色です。すごい、本当にね、自然。どれつけてもさ、ほら、ぼんやりと輪郭が黄色っぽい感じなので、すごい可愛い、超可愛い。洋服はちょっと選びますね。ストロベリークォーツ、これ一番自然かも。ストロベリークォーツです。目の色素がちょっと薄い人みたいな感じの印象かな。ちょっと照明具合がうまくいかない。今日のやつはこちら、オパルかな。ちょっとオレンジ、じんわりオレンジです。ちょっとまあ、私自身がピンクをシャドウに入れてるのでちょっと分かりづらいか。あ、でも分かるか。オパルです。かわいい。デートトパーズ紫です。これちょっとこの動画越し見ると分かんないかもしれないけど、太陽の下で見るとふとした角度によってはちょっと紫っぽさ分かりましたね。これが一番分かる気がする。デートトパーズです。ちょっとハロウィンはトパーズペリドット、全然化粧濃いから分かんないね。でもすっごい緑です。ペリドットです。今回マレフィセントでした。ハロウィン帰りですごい化粧ボロボロなんだけど、緑が一番仮想向きかな。でちょっと赤系、オレンジとかはもう結構ほぼナチュラル、ちょっと色素が薄いぐらい。赤もちょっとまあ同等だけど、オレンジよりはおしゃれ感、ピンク感が出るかなっていう感じでした。で本当にナチュラルでつけられるので、トパーズすごいいいなと思います。おすすめです。緑はとにかくもう仮想向きですね。緑が一番カラコンっぽかったかもしれない。というわけで皆さんもトパーズ試してみてください。ちょっと化粧ボロボロのエンディングで申し訳ねえ。というわけで瀬戸セラでした。バイバーイ。